人の大脳全体を1996の部位に分け、各部位間の接続の強さを調べた図。線の太さが、各濃度間の接続の強さを、点の大きさが、濃度に集まる、接続の量を表す。上と同様のデータを、マトリックスの形で表したもの。縦軸、横軸が様々な脳部位、色の明るさが、各部位間の接続の強さを表す。頭上部の RH。 LH はそれぞれ右大脳半球、左大脳半球。体長約1ト、mm、ルの線虫 C エリゴンスのすべての神経細胞間の接続状態。マカクザルの前頭皮質周辺の主要な接続関係を表した図。こうした回路図風の表示もしばしば用いられる。拡散テンソルイメージングによる脳内の神経繊維の走行図。左右の大脳半球と脳量が見える。 DTI は接続状態を知るための有効なツールの一つになるだろうとして研究が行われている。コネクトームとは生物の神経系内の各要素の間の詳細な接続状態を表した地図、つまり神経回路の地図のこと。つながる、接続するといった意味を持つ英語のコネクトという言葉と全体を表す対オームという設備語から作られた言葉。 人間の神経回路地図全体のことを言うときは特に、また、コネクトームの調査、研究を行う分野は、コネクトミクスと呼ばれる。ヒトゲノムの解読は2003年に終了が宣言されたが、ヒトコネクトームの解読はまだ短所についたばかりである。人間の脳には1000億ほどの神経細胞があり、それらの間に1兆ほどの接続が存在すると考えられている。 これは30億ほどの塩基体で構成されているヒトゲノムよりはるかに複雑な対象であり、ヒトコネクトームの研究の発展には技術的な進歩が欠かせない。神経系の詳細な接続状態がよくわかっている。生物は単純な種のみで、こうした種の例として、例えば線虫がいる。ーエディゴンスは体長1ミリメートルほどの大きさを持つ線虫の一種で、 302個の神経細胞を持つ。近年、症状場への全能の接続状態も、細胞レベルの解像度での解明も進んでいる。哺乳類では、網膜、大脳皮質などにおいて、部分的に解明され始めている。線虫やハエのような無脊椎生物では、神経系の成り立ちが、どの個体でも共通性があるので、コネクトームという実態のおよその把握も可能である。 しかし、哺乳類においては、神経細胞やそのつながりには個体差があり、学習や記憶など環境との相互作用によって、神経回路の様相が常に変化しているため、コネクトームはゲノムのようには定義できない。組織学において、神経系の接続状態を調べる。伝統的な方法は、細胞を染色して、光学顕微鏡で観察する方法。 放射性同位体などを注入して、それをトレーサーとして使う方法、電子顕微鏡の連続切片像から接続状態を再構築する方法などがある。しかしこうした古典的な方法は、神経系全体の地図であるコネクトームの作成に対してそれぞれ限界を持っている。染色による方法、例えばゴレジ染色は光の波長によって規定される。 光学顕微鏡の解像度という限界、また広範囲の接続性を調べるのが難しいという特徴を持つ。また長距離の脳内での接続状態を調べるのに、神経解剖学で頻繁に使用されるトレーサーを用いた方法は、一般にかなり多くの細胞群、単一の軸索経路の同定しかできない。また、電子顕微鏡の連続切片像から再構築する手法、これは、 線虫の一種である C エリゴンスの接続状態の解析時に利用されたが、しかし人の脳のような巨大な組織へと単純に応用するのは難しい。神経系の接続状態を細胞レベルで調べる技術の近年の発展は、旧来の技術が持っていた制約の一部を打ち破って、コネクトームの作成に必要なデータ収集に新たな希望を提供している。 ブレインボーと呼ばれる技術は蛍光タンパクを用いてそれぞれの細胞を100以上の異なる色で区別できるようにする。これとは独立に神経細胞の機能的相互作用を慎重に再構成し複雑なネットワーク構造を解明するアプローチも進んできている。拡散転ソルイメージングと呼ばれる撮像技術は脳内の各地点における水分子の動きやすい方向を 撮影する。これにより各地点での神経繊維の走行方向を知ることができる。日本語英語、ありがとうございます。